来ると村上宗隆内野手、24、が2日、東京、北青山の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸6億円でサインした。2025年シーズンは3年契約の3年目。ライオフにはポスティングシステム、入札制度を利用して、米大リーグに挑戦することが確実視されており、改めて、日本でやる最後のシーズンになると思う。 と明かした。今季は全143試合にスタメン出場し、打率244ながら、本塁打を33、戸打点を86の2巻に輝いた。それでも、リーグ5位に終わっただけに、チームの成績を含めて胸を張れる数字ではなかった。その中で打撃のタイトル2冠を取れたのは、自信にしていきたい、と謙虚に語った。 来季は日本でのラストイヤー。色紙には、優勝日本一、と力強く記した。今は全くメジャーへの思いはない、ときっぱり。あと一年ヤクルトでやると決めた以上、今はこの球団でプレーして優勝に導くことだけを考えている。ヤクルトという球団にも感謝している。強い思いを持って、最終的に笑顔で背中を押してくれるような成績を残したい、と決意を明かした。